当時代の勢力図安政大都語府は中国の東大に西州及び記事に置かれた行政区画。管轄範囲はタリム盆地を中心に東在トルキスタンに及ぶ。北には北定大と語府がある。上岸14年、当の航空州は交渉国を滅ぼし、西州と語府を置いた。上岸22年、大層は安政と語府を記事上に移し、各降楽を 安政徒後に任命して、宇典、揃く、西洋を統領させ、これを、四鎮とした。上二十三年二月、西特欠のおつひさき加岸が党に求婚してきたので、大僧はこれを許し、省令で、鯉、宇典、揃く、主とも派、総礼の五国を分割して、平令とした。英縁二年、鯉を、鯉と特府とし、鯉王の白素敬を、右、行英大将軍、 記事と徳として11月、交渉地に安政都徒府を移した。県警2年11月、等の祖定法は、西特欠の足長路を討伐すると、その地を分けて、もう地、根領の二都徒府を置き、主要地を分けて、集権を置いた。これにより西のペルシャ国までの国々はすべて安政に、霊属し、また、徒府地を交渉地に移した。県警三年五月、 トゴフチを、キジトトクフに移し、今までのフチは再び、西州となる。竜祖元年、トカラ国をはじめとする、西域諸国が県士を送って、党に内属した。これにより党は、ウテン国遺政、ペルシャ国遺党の16国にそれぞれトトクを置き、ただし州80、県110、軍府126を設置して、安政トゴフに管轄させた。 観光元年4月、トバンの進行により、安政徒語府が陥落する。技法年間、トバンは再び、延期異性を攻撃し、四鎮は陥落した。長寿元年、V 軍総監の大高四欠、足名中節はトバンを大破し、再び、記事、と典等四鎮を手に入れ、再び記事に、安政徒語府を置いた。しかし経営は、難しく、四鎮を破棄する声も出たが、 不足点は許さなかった。開元7年、安政節度死の床恵みは表して、延期国を安在四鎮の一つとした。開元10年、都番が安在四鎮を攻略する。取徳元始め、なお鎮税と改めるが、後にまた、安政となる。この年、再び都番が進行してきたが、北帝都合府と安政都合府は、利元ただと、各及び砂田と開骨の協力によって守られ。 トバンの進攻を食い止められた。上限元年、火星軍賃の多くが、トバンによって陥落する。県中二年、特捜により、リモトタダと、核がそれぞれ北帝大都語と安西大都語に、任ぜられる。上限三年、トバンが砂田と海骨を攻め、北帝と安西は、援軍がなく、ついに陥落した。ケリアニア法探カルギリクかつスエアルカンド・イエンギサール。 弱強カシュガルヨーカンドモエスワエロップノオール、トンコウギョクモンゼキローランアクスガラス、中キジコルラクチャリンダイエンキ交渉、ハミトルファンアルマトイルムチグルジャーヘシャゲ、山口カラマイチョチクアルタイスヤブサヨウジョウ、アルタイ山脈天山山脈コンロン山脈パミール、高原アルチン山脈タクラマカン砂漠クムタグ砂漠、グルバンティンュンギュと砂漠再キ地図。ありがとうございます。